はい、えっ、ー、と、今日の、審問というか、まあ問いかけですね。審問は、女たらしドンファンは、罰せられるべきかについて、まあ、考えてみたいと思います。一つ前のスライドです。漢は旧大第二部への除去ということで、えー、悪についてというのが第一部でした。 えー、そして、えー、先ほどお女たらしドン・ファンは罰せられるべきかというふうに、えー、書きましたので君たちはドン・ファンを知っているかということでドン・ファンのイメージを、まあ、ここで挙げてみました、えー、まずこのまあスライドですけれどもですねえっと <laughs> え一番左はですね、えー、歌劇、オペラですね、ドン・ジョバンニのシーンから、これ2011年の、えー、映像ですけれども、えー、石像を演じている、えー、コマンダ・トーレ、騎士長という日本語の翻訳がありますけれども、それの、まあ、亡霊ですよね。 石像を演じているモーリス・ロビンソンと、それから、えー、ドン・ジョバンニアクのデイビッド・えー、ピット・シンガーさんのこの、えー、なんていうかな、まあ、地獄のお晩餐というかですね、そういうシーンがあるんですけれども、ここの、まあ、ちょ有名な部分ですけれども、それ、それから真ん中はですね、えー、っと、 ジョセフ・ジメルっていう人が描いた、えー、ウィリヘルム・トローゼルっていう人の肖像画なんですけれども、まあ、ドン・ファンに、えー、演じ、まあ、ドン・ファンというのは先あの後ほど申しますけれどもあの女たらしですよねのこの、まあ、伝説っていうか女たらしの伝説っていうで、まあ完全凶悪で 最後は地獄に落ちるという、そういうあの、まあ、言われがある主人公なんですけれども、それを演じた、あまあ、演じたというか、それに扮したですね、えーと、肖像画をですね、描かせたということなんですね。ウィリヘルム・トローゼルという人がですね。で、まああの、 手にマンドリンみたいなものを持って、まあ、セレナータって言って女の人の、ね、住んでるところの窓際に立ってこう女の人を勧誘するというか、ねえー、恋の歌を歌うという、まあ、そういうなんか頭像学イコロ,ロジーというそういうあの表現もあるんでしょうかそれ扮しているというプレイボーイを扮しているをダンス あの男性の肖像とということですねそれから一番あの右がですねこれは左からあの新妻の、えー、須藤沙、えー、紀さん1996年前そして、えー、一番右がですねもう亡くなっていますけれども紀州のドンファンこと、えー、野崎康介さんのこの写真でございます。 さあもう1回女たらしドンファンーはーバステラリカーについて考えようということです、えー。今日の課題はですね、異性間あるいは同性間の親密なセクシュアリティにおける倫理的課題を考えてみるという、こう難しく表現するとですね、それからまあ親密なセクシュアリティ表現には行為責任が生じるのかっていう、そういうことです。 親密なセクシャリティにおける騙しや狼楽。これは何を意味するの狼楽というのは騙しというふうなことですけれども、これは何するのかということですね。イラストレーションとしては、あのまあ、アニメーションですけれども、寺澤ブイッチさんのサイコガン、えー、イケメンですごいあの才能あるんだけれども、女性にはなんか目がないというか弱いっていう。そういう えー、主人公ですねそれからあその人は「モンキーパンチ」これはもうアニメたくさんあの出てあますけれども「ルパン三世」え。ルパン三世も峰富士子っていうそういう登場人物もいるんですけれども、えっと、なぜかそのケタイのあー大泥棒の「ルパン三世」はですねのくせに女性には弱いので。 えー、まあその取ったものを横取りするとか、えー、そういうその、えー、捜査当局、えー、の、えー、女性刑事とかとにかくなんか女性には非常に弱い、まあ、美女には弱いというそういう面がありますけどもこ,こちらは何て言うかな狼落される男をまあ表現してますあのドンファンというよりもね。 あるいはドンファンになりたいんだけれども、ドンファンになり損ねる男をまあ表現しています。ドンファンというのは、これもう伝説というか、説話みたいなものですよね、物語で。ドンファンは17世紀のスペインのフィクションである、説教物語における架空の人物像であると、えー。ティルソー・デ・モリーナによる戯曲、セビリアの色ごとしと石の招待客、えー、エル・ブルラドールで、 セビージャ・イ・コンビダード・デ・ピエドラというそういうタイトルがある戯曲をね、えー、っとこれはの、えー、図画肖像画がありますけれども、えー、カソリックのお坊さんなんですよねだからまああんまりその色事というか女たらしというのは良くないぞっていうのをまあ,あの物語にしてですねそして、えー キリスト教徒、カソリック教徒のためにですね、そういう一種の「説教物語」という文学を書いた、えー、ティリソデ・モリーナさんですよね。で、これがまあ一つの原型になっているんですね。ドン・ファン言説、ね。で、ブルラドールという、ルブルダドール、色ごとしというのは、セウリアの色ごとしというのは、あのえー、ドン・ファンのことです。ね そして、えーまあ、公職法等な美男誌としてだ、えー、美男として、えー、多くの文学作品に描写されています。プレボーイ、女たらしの代名詞としても使われています。で、えー、とそれ以外にもあの、まあ、いわゆるテリソ・デ・モリーナの戯曲がです、ね、原型になってです、ね、類似の物語がいっぱい。 制作されてる、ねでえー、有名なのにはモリエールの戯曲「ドン・ジュワン」えー、またの名を石像の宴。ドン・ジュワンっていう、ちょっと言葉が変わってますけれども、これはフランス語でドン・ファンのことを指します。ね、それから、えー、作曲家モーツァルトと台本作家ダ・ポンテによる「ドン・ジョヴァン」。これはイタリア語のドン・ファンのことです。 えー、それらによると、ですね女たらし、プレイボーイの主人公は、えー、メス界い、下僕を連れて各地を遍歴し、女と見れば身分の上下や美し美しいとか醜い、まあ、不細工だという意味ですけれども、とは無関係に女性を狼楽し、えー、自分の手に入れて手に入れるはですね、それを捨ててしまい、彼女たちを捨ててしまい、また新たな女あさに。 に勤しむね、でそういうドン・ファンがですねドン・ファンドン,ジン・ドンジョバンドン・ジョバにはですねあることを契機に人はやめてしまう。でそのことをも改心せずに引き続き女あさりを続けるうちにこの殺されたそういう紳士をの亡霊を象徴する、えー、墓場の石像に出会い えー、晩餐を招待すると次の機会に招待される。主人の身の安全を危惧する、まあ、召使い下僕の忠告を聞かずに晩餐の招待を受けて主人公は地獄に引きずられその生涯を終えるという物語展開を遂げます。えー、これあの先ほども冒頭に申しましたあの示しました、えー、モリス・ロビンソンとデイビッド・シンガーの「 この墓場に引きずられるシーン墓場というかまあ地獄ですね、地獄に引きずられるシーンです。それからあの右側、はドンファンのイメージですね。まあ、プレイボーイのイメージというふうにえ思っていただければいいです、えっと。主人公はもう繰り返しますけれども、主人公は墓場の石像と晩餐を共にしても恐れる様子がありません。 あるいは女あさりへの反省もないために地獄につく連れて行かれて罰せられるという完全凶悪の物語展開を遂げます。これがドン・ジョバン、ドン・ファン伝説ですね。で、この第,第2部の後半ではまあ触れませんでしたけど、前半ではですね、悪に関するショートレクチャーの中で、完全凶悪という、 そういう技法について説明をいたしました。完全懲悪というのは、えー、用語としてはですね、私、えー、的正義、ポエティック・ジャスティスというふうに呼ばれます。私、えー、的正義、ポエティック・ジャスティスは、私、えー、的皮肉、ポエティック・アイロニーとも呼ばれ、最終的に皆さんがご存知のように、えー、美徳が報われて、 悪行が罰せられる文学的、芸術的装置です。大、まあ、一部で少し触れましたけれども、佐渡のお小説ではですね、これは悪徳が栄えるという、まあ、そういうタイトルがあるように、えー、完全凶悪じゃないんですよね、アンチ完全凶悪、えー。美徳は滅び、悪行が滅び、 永遠に続くという、まあ、こういう反モラル小説ですよね。で、まあ、このことの、まあ、なぜこれが、ね、反モラルなと言われるのかということについては、第1部、前半のところで説明しましたので、ここでは省略いたしますが、えー、完全懲悪の技法というのは、ポエティックなジャスティスだと。私的表現の中で正義を実現するという。 こういうなんか、まあ、フィクション、バーチャルリアリティみたいなものですね。フィクションの中で善、えー、が達成されるという、まあ、そういう、そういう文学装置、あるいは芸術的アパレータス、装置であるということを、まあ、ポイントとして押さえておいてください。で、もう、女たらしドン・ファンはその悪行ゆえに罰せられるべきのなのか、ね、それから女たらしドン・ファンの歴史はもはや過去のものかという。 そういういいい問を、えー、皆様に提出したいと思います、えー。女たらしドンファンはその罪悪行家に罰せられるべきか答えは3パターンあると思うんですね。もうぜそうですよ。もう女たらしは地獄に落ちるべきですよというそういう考え方。ただしその理由については皆さんさまざまな理由を見つけることができるでしょう。ね、いや女たらしドンファンはその悪行家に罰せられるべきだ。 いや、みんなやってるじゃんみたいな、これん先に理由を説明しますけれども、だから別に罰せられるべきじゃないでしょみたいな、あるいは法律に違反してたら問題だけど、自由恋愛なんだからいいんじゃんみたいな、そういう、まあまあ、全面的なノーっていう考え方。それからなんかね、不倫はダメだけども、なんか自由恋愛というか、その未婚者の間の恋愛はこれいいんじゃないみたいな。 そういう考え方はあのいわゆる部分的なイエスで部分的なノーというそういうことになりますよね。で2番目の質問、審問ですね。女たらしドンファの歴史はもはや過去のものか。いや、今はなんかまあプレイボーイだけじゃなくてプレイガールもいるでしょうと。それからなんかね、あの女を、女の方が、えー、純朴な男性を騙して、ね、なんか、あの なんでかダメにしてしまうっていうのはあるでしょうとか。いやまああるいはその何て言うかななんか今だったらホストクラブがある。だからこうそういう女たらしっていうのはなんか素人さんではそんなにいないんじゃないかみたいな。えー、それから男たらしっていうそういうものの存在があるのでやっぱりこれ女たらしドンファンの歴史っていうのはまあ まあ昔そういうのがありましたよね、みたいな。そういう感じなんじゃないか。ね。いやいやいや、そんなことはないと。やっぱりこの世の中には、女たらしがいっぱい存在して、こいつらやっぱりとんでもないから、過去のものではなくて、今でもやっぱり罰しなきゃいけないみたいな。こういう、その、えー、両括弧1の中の、まあ、あのーえー、全面的イエスの答えのバリエーションみたいな。 そういうものもあると思うんですね。さあ、さて、少しちょっとあの趣を変えてみましょう、紀州のドンファンをめぐる、えー。現在ではですね、これ、裁判になって、検察対、まあ、その、なんていうかな、殺人の容疑、覚醒剤飲ましてね、致死量の覚醒剤飲まして、殺人の容疑になっている工藤早紀さんという容疑者ですね。 被告というのかな、裁判になる,なるとえ。彼女の、まあ、対決っていうふうなことになりますけれども、これ、あの朝日新聞からの、えー、クロノロジーというかあの、物語の時間的な推移ですけれども、えっと、あの事実関係から申しますと、えー、2000、 18年にですね、その野崎さん、騎、ま、種、あのドンファンと呼ばれていた、これ、受賞ですよね、もうあとど呼ばれていた男が、男性がですね、まあ、被害者ですけれども、えー、自宅で死んでいるのが見つかったと。これがいろいろ死因を調べてみたら、急性覚醒剤中毒だと。 たくさん覚醒剤が盛られたものを飲んで、そして、えー、し何者かによって、殺められたんじゃないかっていうふうに、その、まあ,ケースあの、和歌山県警はそういうふうに考えたというわけですよね。それで、そっから、その、何丸同伴のその生涯が焦点化されるようになるわけですね。で若い頃に まあ女遊びというか愛人いっぱい作ってブイブイ言わせてでこれが要するに自分自身が自伝をねあのご本人が書いたのがまあ多分ドライターさんがねサポートしたとは思うんですけれども自伝奇州のドンファンというのを出版したとでこれが2016年の12月であるとでそのまあ1年ちょっと後ですかね えー、2017年はすぐなりますので、えー、っとその1年ちょっと後に、えー、新妻、えー、須藤早さんと、まあ、須藤早さんというか、まあそうですね、須藤早さんと結婚してそして野崎早さんに、えー、名前が変わるわけですけれども年のさ55歳かなというわけでまあ崎さんの側から見れば、えーまあ、玉の腰に乗ったんじゃないか。 それから、その、まあ、そういういことですよねそれから、えっと、野崎康介さんから見ると、なんか若い女と、ね、なんかも、ものすごく年齢が離れた、なんでこんな結婚したんだみたいな、そういうなんか、まあ、なんか、まあ噂に、スキャンダルになって、でそれでその、さらにそういう不審死があったので、これはなんじゃいなみたいな。 遺産相続目当てかなみたいな。で、これ実際に、えっ、ー、といあの、亡くなってから遺言状が開示されたときに、えー、自分の財産は全部、その、田辺市に寄贈するって書いてあるんですね。で、これが、まあ、ある部分で言えば、その、早、え、紀、ー、さんにも、それから、あの、遺族にも、 まあびっくり仰天というか、そのまあ、遺産をあてにしていた人たちにとってはびっくり仰天ということになっていて、えー、そういうことをぐって、えー、ご遺族の方が2020年に、えー、その裁判で,です、ね、これは遺言は無効なんじゃないかみたいな形で親族が提訴していますし。 それから、えっ、ー、と、警察はですね、さらに1年後にですね、えー、急性覚醒剤中毒だったんで、本人がなんか、えー、飲んで、それであの中毒したんじゃなくて、人為的に飲まされた。だからこれは殺人だと。誰がそれは新妻だ。当時の新妻だったみたいな、こういう形でですね、まあ、あの起訴されて、 そして、まあ現在、そういうあの争いの渦、まあ、中にあるっていう、そういうことですよね。で、まあまあ整理してみますと、えー、紀州のドンファンはですね、まあ基本的には、その生前はそれほど有名ではなかった。むしろ死後、証明度が増したと。それから先ほど申しましたように、55歳年齢差結婚への非常に高貴な目が。 それから生前のですね、紀州のドンファンと言われるぐらい、あの若い時からたくさんの愛人、女性をね、経済力に物を言わせて、これがまあ一つのステレオタイプですけれども、えー、そういうね、彼のその、そのセックスの能力というのはどういうものか、勢力への非常に高貴な関心。それから、えっ、ー、と、あの、その経歴ですよね。 えー、これはまあ早さんも、えー、AV 女優だったのかななんかそういうあ,のあれもあって、えー、それからまたいわゆるあの玉のこしでありますのでなんかそういうねなんか金銭目当てで結婚したんじゃないかみたいなそういうものがあると。なのでさまざまな憶測があった中で愛犬が急 し,したり覚醒剤は見つからなかったそうですけれども愛犬が急死したりそれから野崎氏の、まあ、不審な死因が相次いで報道されることでああやっぱりという憶測による人々のこの私、えー、的正義ポエティック・ジャスティスが動員されてそのあったんじゃないでかこのなんかイメージは その捜査当局にも共有されていて、だから、えー、サキ容疑者に対しては、殺人と覚醒剤取締法違反で逮捕しようという、そういうことになって、まあ、起訴して裁判になっているというわけですよね。はい。それで、同、まあ、ンというのは女の女性を籠絡するというふうなことがあるんだけれども、 これはこのプレイボーイでその、どういうのかな、なんかあんまりそういう、あのセックスのことはそんなに焦点化されてないわけですよね。ただ、その、たくさんの女の人を狼落するっていうこと、これが不道徳だと。で、まあ、性的な能力に関しては、むしろ、えっ、ー、と、後の時代で、ね、で、実際に存在した人ですけれども、 カザノバっていう、そういう人の方が、えー、より、こう、なんていうかな、えー、なんかその代表なわけですよね。だから、勢力、ギンギンの男性は、ドンファンというふうに言われるよりも、ドンファンはむしろその恋愛のなんか、こう、女を転がすというんですか。恋愛術で女を転がすという。そういうあれですけど、 まあセックスでブイブイ言わせるっていうのは、カサノバの方が、そういう、なんていうかな、なんかこう、伝説、まあ、伝説というか、これ実際に存在した人ですけれども、ただ、これから解説しますけれども、カサノバの人生そのものは非常にこう、まあ、ノーブルな人で、だけど怪しい部分があると、偽名を使ってね、歌ったりとか、あるいは自叙伝をまあ書いていたとか、あるいは非常に。 何、えー、て言うか芸術家とか王族とか身分の高い人こういう人とまああの交際をしていたっていう、まあ、そういうこともあったりということでなんかあんまりそのねなんか笠の和とか AV 男優みたいななんか整合とかねそういうあの意味よりももっとなんか、うん、あの えー、複雑なね、まああのえー、18世紀を生きたあの人ですので、えー、もう少し、それから上流階級の人たちと交際したということですので、女性との関係をたくさん持ってても、これは現在の日本の庶民の人たちのそういうあのなんか関係とは少し異なるということですね。 でジャカモ・ジロラモ・カサノーバはですね、えー、18世紀の人ですねで、ベネツィア共和国出身で2回、えーあのー、放逐されてるんですね、亡命してるわけですね。まあ、これ政治的な発言だとか不道徳っていうふうなことが取締りの対象になったということですよね。だから、まあ、ヨーロッパ人を放浪して、 それでいろんな人と交際すると、その中でまあ恋のロマンスっていうのもあったということですね。で彼はあの膨大な自助伝を書くんですよねで。これが18世紀のヨーロッパの社会生活の習慣とか規範に関する最も信憑性が高い、かつ挑発的な、これ、挑発的なというのは、かなりなんか持って、現在の言葉で言うとね、持って書く人だったので、本物かどうか。 だけど、どうこの,あの18世紀を生きた人ですし、それからそのことについて非常に詳細に描いているというふうなことで、歴史家はやっぱりその文化史の資料として、彼の自助伝というのは非常にその珍重するわけですよね。それから、えー、まあ、非常に興味深いことに、ドン・ジョバニーというオペラはですね、1787年に10月,10月29日にプラハで、 ですねそのえー、上演されるわけですけど、初演されるわけですけど、この時にモーツァルトがタクトを棒を振ってるわけですね。で、その、それにですね、カザノはですね、プラハにこの時期に行ってますし、それから、えー、確実にモーツァルトの演劇、あのオペラを見たという、そういう証拠はないんだけれども、どうも上流階級だし。 どうも言ってるという、まあ、そういう可能性があるということですよね。で、これはとりも直さず、カザノバがですね、やっぱり自分の自助伝を、まあ、もう非常に事細かく書いてるという、そういうことから、まあ、ある程度推測することができるということなんですね。で、まあ、ドン・ファン、ドン・ジョ・バンに、ドン・ファン、えー、すなわち、カザノバという、整合という、こういう偏見を超えて、 この恋愛、この当時、まあ、17、18、19のこの恋愛とセクシュアリティというか、性生活、えー、男女のね、生、えー、生活について、これ、なかなか、これをです、ね、実態を明らかにするのは、ね、難しいと、まあ、ポルノ小説とか、AV ビデオとか、えー、そういうのはありませんでしたので。 えー、推測をするしかないんですけれども、えー、庶民は比較的まああのなんていうかな自由なねまあ生生活をしていたと。であのコートラブっていうかまあフランス革命、まあ、前後というかまあそのフランス革命前ですけれどもあの貴族とか 応急廷、ね、愛という非常に何て言うかな,なんかセックス抜きのなんか恋愛ゲームみたいなこういうのがそのまあ、えー、流行りましてでこれがまあさまざまな芸術とか恋愛,ショー恋愛の歌であるとかそれから楽曲ですよね。 こういうものを作り上げたということで、これはなんかヨーロッパの分、まあ、文化、ルネサンス以降ですよね、の、えー、その、芸術をまあ作り上げる原動力にもなるっていうわけですよね。ただ、この QTI というのが、今度は庶民の方にね、スピンをオンして、それで庶民も要するにこういうその、そなんていうかな、恋愛に対して、 え自由でっていう、そういうのはとんでもないみたいな、やっぱりそのこうロ,ロマンチックラブっていうかなえ、後にロマンチックラブと呼ばれるような、そういう,こう純愛みたいな、そういう,うあのアイデアがですね、庶民の間にも普及して、でこれが混然と一体となると。というわけで、このなんか恋愛とセックスっていうふうなものの、 複雑な絡み合いというのができるそれがヨーロッパの文化の、まあ、愛の文化を形作るというこれなかなか興味深い現象が起こっているわけですよね。でこれまあパターンとしてはその宮廷愛が誕生した一番ねそれから宮廷愛が作り上げた非常に複雑回帰な恋愛思想これは私は妄想的恋愛バージョン1というふうに呼んでるわけですね。 それから、旧手合から、えー、それがその先ほど申しましたように、庶民の間にこう伝わっていくうちに、一種の今日における近代的なロマンチックラブ、愛する人たちが、愛する恋人たちが、もちろん異性愛ですよ、愛する人たちが結ばれるという、こういう旧手合がまあできるわけですけれども、あ旧手合じゃなくて、近代的なロマンチックラブがあの形成されるわけですけれども、 これはまあ恋愛で結ばれるのが自然という,もう,もうあの言い方を変えると旧手愛と同じぐらい、えー、妄想的な恋愛の考え方なんですね、まあ、文化相対主義的に言うとですねで、えー、19世紀はですねこのロマンチックラブとビクトリア朝時代の抑圧的な性道徳、まあ、つまり旧手愛はあの なんかな結婚するまでセックスしないみたいなそういう何かわ,わけのわからない性の抑圧っていうことをやりますよねその代わり要するに抑圧した分をこう妄想でその愛に対してロマンチックなそういうあれを得られるっていうそういうそのあれですよねも萌え系みたいなものですよねだけどこうあの結婚して、えー、セックスをやると なんかそういう妄想と、えー、セックスの現実みたいなもののギャップができてそれで、まあ、いわゆるあの今日におけるあの不倫のようなそういうなんか危険なあの愛というか性愛というかそういうものがこう生まれるっていうわけですよねだからこう現代のそういうそのあのセ,ックスセクシュアリティとそれからその恋愛という。 ラブですよね。えー、こういうそのあのものが今日まで続いているというわけですね。で、えっと、長い間、19世紀にはですね、その4番ですけれども、えー、そういう,うあの、なんていうかな、性的な喜びというのは、まあ結婚してから出会って、未婚の人たちがそういう、 あの性的な喜びにふけるべきじゃないみたいなこ,これが要するにサイエンスセクソロジーというサイエンスと合体するとですねこのもう一番危険し思想されるのがオナニーなんですねでオナニーまあ男性のオナニーも女性のオナニーも非常に危ないものだというふうにされるわけですねでオナニーにふけてるとまともな恋愛ができないとかそれから結婚した時にまともな性生活ができないみたいな そういうい性化学はですねこの恐怖の原説をですねまあ性病の蔓延というふうなこともあ,あるわけですのでそのむやみやたらにセックスなんかすべきじゃないみたいなそういうものがあの性化学のですねその歴史を形作るわけですよね。で、えー、これは1980年代ぐらいになるまでこれがまあ常識化してたんですけども。 ミシェル・フーコーっていうのが、生、まあの歴史というあの本を書いてですね、ビクトリア女王時代は生をですね、もう非常に抑圧してた。だけど、実際は要するに結構セクセーについてがが、その原説は流通してると。ということは、その、どういうのかな、なんか、まあこれ、あの、あのフーコーが非常に偉いところっていうのは、 セックスっていうのはその言説っていうかその言葉ですよね。で言葉はあの一つイメージを作りますのでそういうイメージとそれからこうフィジカルな喜びみたいな,あなんかセックスってあ気持ちいいみたいなあるいは痛い苦しいとかそういうもののその何て言うかなこうブリッジを考えた時にそのこういう根性体であるっていう。 こういう、その、何ていうかな、い、まあ、わゆるリビジョニズム、最高を促したという意味ですよね。まあ、あまりこのあたりのところに、その展開すると脱線するんですけれども、あの、興味のある人はですね、ぜひ、また文献紹介いたしますので、勉強を続けていただければと思います。さて、ちょっと変わってですね、もう少し近代、えっ、ー、と、第二次大戦、終結の前にの、 にに時間を、ね、さらに進めます社会学者ミラ・コマロフスキーのエスノグラフィーの中に、えー、こういうのがあります。えー、と高学歴の、えー、大学生の女の子たちのインタビューからコマロフスキーは取ってきました、えーと。高学歴の女性が 自分の学歴よりも、まあ、大学のランキングよりも、もう少し低いところの男性、男の子とデートするときに、まあ少し頭が足らないふりをすると、バ,バカなふりをするということですよね。そういうふうにして、男の子にイニシアチブを取らせるっていう、そういうことを、まあ、なんかまあ、ちょっと自己反省的に表現している。 うものでございます、えっと、私はデートの時に少し足りないふりをする。でも後味はよくないわと。複雑な気持ちねと。私の中には疑うことを知らない男を騙しを押すことに喜びを感じる部分があるのと。でも彼に対するこの優越感というのは私の偽善に対する罪悪感と交じり合っているんですと。デートの相手に対しては、 彼が私の手札に欺かれているということで、軽蔑を感じたり、もしその人が好きなら、一種の母性的ないたわりを感じたりするんです。時には彼を恨めしく思うこともあるわと。なぜ男性が優れていて、当然とされていることで、彼は私よりも優れてはいないのか。学歴のギャップっていうのがありますからね。えー、彼が私よりも優れていれば、 より高学歴であれば、私は自然のままの私でいられるのに、なんで彼とこんなところにいるのかしら。一体やす、ヤスり自分をヤスりしてるのみたいな、こういう表現ですよね。これ、あの、なんていうかな、えー、っと、わかりますよね。えー、っと、まあ、1945年のアメリカ、それから、えー 現在の日本でも、えーね、え女の子はまあ男の子よりも、うん、賢くないと。これがその男性と女性のカップルの、えー、男の子が要するに賢いから男の子がリードをするんだと。で女の子はまあなんか、ね、それについていくみたいなそういうことですよね。 えとこういうものを要するにその,まああの立場が逆転した時に女の子は要するに一種のこのなんていうかな演技をするで演技をする時に自分は要するに騙してるとだって賢いんだもんね要するに男の子にもでもまあこのなんか賢,く賢いとか賢くないというのはまあ単なる学歴とか 大学のランキングみたいな、そういうものなので、これそれ自身も一種の,あの幻想ではあるんですよね。でも、その,その時に自分は要するに、えー、バカなふりをする。ということはどういうことか、男の子は騙されているみたい。でも、このことは罪悪感がある。他方で自分はもっとその、どういうかな、精神的に、えー、優越的な立場に立って、 そのなんか自分の母性本能の中で可愛がってあげるみたいな男の子可愛がってあげるみたいなそういう優越感もあるんだみたいなこういう複雑な感じをね上手に表現しているものだと思います。でこれはあのまあ恋愛関係における、えー、主人と奴隷、えー、主と役子っていうふうに、えー、言われてますけどこの弁証法っていうふうな ことでえー、と主人と奴隷の関係というのは、えー、まあ、あのヘーゲル、GWF ・ G w F ヘーゲルの,、えー、あの精神現象学というあの議論、有名な議論があるんですけれども、そこで要するに、その主人が主人であるためには、奴隷の証人がいるっていう、まあ、こういうことを言うね。だから 通常の主人と奴隷の関係では主人が偉くて奴隷はそれに従っていくだけみたいな。だけど、その奴隷は従っていくだけじゃなくて奴隷は主人を認めない限り主人として認めない限り奴隷はついていかないわけだからでそうすると主人は奴隷に認めてもらわなければいけないというこういう証人の,の関係の逆転現象みたいなものが起こるわけですよね。 それで、えーと、マドンナのが歌う Justify My Love、えー、自分の愛を正当化するという、まあ、そういう歌詞の中にこういう文言があります。p o y t h a man whose pleasures depend on the permission per of another.Love me, that's right, love me.I wanna be your b a b y o n、え、o、ー、k は、これは私の翻訳ですけど、o n o は哀れなものよと。 キャッツの喜びは、キャッツ、の子の男の子のですね。女子の承認を必要とすると。女子よ、私を愛しなさい。それでよい、私を愛しなさいと。それゆえに、お前の恋人になってやろう。愛人になってやろうと。ね。I wanna be your baby. こういうことですね。でこれはそ、その、主が、その、どういうのかな、なんか、 あの男の子で、やっこ、奴隷がです、ね、女の子なんだけれども、最終的に男の子は女の子を手に入れるために、さまざまな恋愛のプロセスを通して、でも、女の子は承認をね得なければいけない。なんか男の子は女をものにするとか、なんかいうふうに言ってるけれども、女の子の承認がない限り、その、えー その二人の恋人関係というのは成り立たないだろうという、そういうあの関係ですよね。これはの、同性愛でも言えますよね。えっと、その、なんていうかな、あプレイというか愛を、その、えーこうな、投げかけるというか、その、ね、リードするあの役割のこと、それから、 えっと、それに従っていくそういう役割の人ですよね。えー、女性同士の同性愛、レズビアン関係の中では、まあ、猫と蜂というそういうなんか表現も、えー、ありますけれども、まあ、だから、えーっと、リードするのはあの,立ちの方で、そして、えー、それに従っていくのが猫という。 そういうなんか役割言語が、あの、用語がありますけれども。えっと、こういうその、なんていうかな、コラスキーの。こういうエスノグラフィーの中には、後のですね、マドンナが歌った。あの、ジャスティファイマイラブという。え、これはまあ、三人の、あの。作者がいるっていうふうに、まあ、書いてありますけれども、作曲作詞。 そういう人たちとマドンナが、歌手のマドンナが、その、連携して、まあ、作ったっていうふうに言われてますけどこれはなかなか、あのえー、興味深い歌詞の部分であります。さあ、さて、もう、ね、終わりに近づいてまいりました。私の回答と皆さんの回答は何でしょうか。女たらしドンファンはその悪行ゆえに罰せられるべきか。ね。 まあ私から言えばまあこれはまあ完全懲悪というそういうラインに従って罰せられるべきかなとは思いますけれどもそれから女たらしドンファンの歴史はもはや過去のものかなこれはだから私はドンファンは罰せられるべきだという中にまあ別に罰せられなくてもいいっていうそういうまあ中間的な立場があるんだけどそれはえとこの2番の女たらしドンファンの歴史はもはや過去のものっていう そういう、まあ、見解を取るとこの悪行ゆえに両、えー、過去2のね悪行ゆえに罰せられるべきかというところはかなりトーンダウンするんじゃないかなと思います。えー、それからコマラスキーの事例に挙げたあるいはマドンナの歌の挙げに挙げたように自分より学歴の低い男の子とデートするときに同じレベルの教養を偽装する、えー、女の子の行為は 倫理的に正当化されるのかというふうなあのことですけれども、これはなかなか難しいですね。学歴がこう学歴の,あの高い低いで、その相手をリスペクトじゃなくて見下すっていうふうなこと、そういうことになると、これはあのやっぱりあの倫理的な問題ですよね。あのその偽装の要因になっているから。だけどその な問題はそういう動機ではなくて、えー、第一部の倫理のところで悪を定義をね考えることじゃなくて実践することがこれが悪なんだみたいなそういう行為そういうあの原理に戻しますとこの偽装するという行為そのものが責められるべきであって動機とか理由付けっていうのはあんまりなんかあの問題じゃないやらなきゃいいわけですよね。 そういうふうに思っていても、やらなきゃいいわけですよね。心の中で見下していても、偽装しなかったら、これは倫理的には正当化されると思うんですね。これがまだ私の回答です。皆さんの回答、また異なるかもしれませんし、このあね、3つのものは、えー、正当というものがないというふうに言っても過言ではございません。さあ、偽装の非倫理的なことが証明できればね。 反対に道徳的なこと、倫理的なことの考察が可能になると。だが、しかし、これはまた次の機会に、え、論じたいと思います。今日は、ご清聴ありがとうございました。また、引き続きね、質問を受け入れて、皆さんと議論したいと思います。えー、イタリア語でね、さよなら、さよなら、さよならというのは、アリベ・デルチ。 という,ふうに表現します、ねえー、誰に対してさよならかというと、まあえーねえー、あドン・ジョ・バンニドン・ファンのなんかまあ原型みたいなこういう人というのはもうはや私はまあ過去の人になりつつあると、まあ、だからこそオペラでさまざまな自由な舞台表現ができるというそういう可能性を持ったものなのですので モーツァルトとダ・ポンテに敬意を表して、アリベ・デルチ、ドン・ジョバンニということで、この物語、レクチャーをですね終わりたいと思います。どううもごご聴ありがとうございました